こんにちは。7月24日は今年体育の日から名称が改められた祝日、スポーツの日です。これを機に感染対策を取りながら自宅でできるエクササイズに挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは瞬間文教タイム、今週のラインナップはこちらです。まずは新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために新しい日常について区からのお願いです。暮らしや働く場での感染拡大を防止する習慣を実践しましょう。新しい日常とは、新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために暮らしや働く場での感染拡大を防止する習慣です。手洗いと咳エチケットの徹底、マスクを着用する際は水分を取るなど、熱中症には十分気をつけてください。2メートルの距離を保ちましょう。密閉、密集、密接の3つの密を避けて行動しましょう。感染リスクを低減するため、ゼロ密を目指しましょう。屋外でも密集、密接には注意しましょう。買い物は少人数、短時間で済ませましょう。レジで並ぶときは間隔を空けましょう。通信販売やキャッシュレス決済を活用しましょう。食事ではお箸やお皿の共用を避ける、座り方を工夫するなど、新しい食事マナーを実践しましょう。テイクアウトやデリバリーを利用しましょう。公園は空いている時間や場所を選びましょう。オンラインを活用して楽しみましょう。公共交通機関では混んでいる時間帯を避けましょう。徒歩や自転車を利用しましょう。働き方ではテレワークや時差出勤を広げましょう。ついたてや換気、消毒など職場に応じた工夫をしましょう。オンライン会議やハンコレスを進めましょう。区民の皆様のこれまでの努力が無駄にならないよう、感染拡大を防止するために新しい日常を実践しましょう。それでは続いての話題です。現在、文京区の観光を SNS で盛り上げるキャンペーンが行われています。担当の方にお話を聞いています。新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、文京区内におきましても観光需要の低下だったりとか、地域経済に大きな影響がありました。そういった中で、我々区と区観光協会さんでですね、そういったコロナウイルス対応下でも行えるような事業ということで、非接触型の SNS を活用した写真投稿キャンペーンだったりとか、デジタルスタンプラリーを通じて文京区の魅力を再発見していただくとともに、文京区の経済だったり観光というのを一緒に盛り上げていきましょうというコンセプトから始まった事業になります。キャンペーン期間中に文京区をめぐり撮影した写真を SNS に投稿いただいた方から、抽選で100名に文京区にちなんだ景品をプレゼントいたします。期間は7月10日から8月10日まで、対象は文京区に在住、在勤、在学されている方です。参加方法は文京区観光協会のツイッターまたはインスタグラムをフォローしてください。期間中に文京区をめぐり、文京区内の観光スポットや飲食店など、あなたのおすすめスポットを撮影してください。ツイッターまたはインスタグラムで撮影した写真、おすすめスポットの紹介や豆知識、応援メッセージ、ハッシュタグディスカバー文京をつけて投稿してください。こんな時こそ近場旅をし、 SNS で一緒に文京区を盛り上げましょう。皆さんのご参加お待ちしております。文京区の場所やもの、
いいなと思ったものを SNS に投稿するだけで豪華な賞品が当たるチャンスです。皆さんぜひご応募ください。そしてこのキャンペーンは第1弾ということですので、続く第2弾、第3弾にもご期待ください。それでは続いての話題です。現在森鴎外記念館では鴎外の父と母をテーマにしたコレクション展が開催されています。担当の方にお話を聞いています。これまで多くを語られてこなかった鴎外の父と母、記念館所蔵の写真や書簡を通して見えてくる鴎外のファミリーヒストリーをたどります。鴎外の父静雄は旧藩主津和野藩の藩主亀井家の、殿様の、医者になるために明治5年に鴎外と共に上京してくるんですけれども、その時の写真が残っています。中央にですね、静雄当時37歳、そしてその隣の子供が鴎外当時10歳です。この写真には一番左端に哲学者の西天音という人物が写っています。この方が鴎外の母峰子の、いとこにあたる方です。もう一枚天音が写っている写真があるんですけれども、そちらが国立国会図書館所蔵の文久年間オランダ留学生一行という写真になります。一番右端に西天音、そしてその隣に赤松憲義という方が写っています。時代はずっと後のことになりますが、明治22年に鴎外は当時海軍中将で男爵であった赤松憲義の長女敏子と結婚します。この縁談を進めたのが西天音でした。明治22年の2月19日天音から静雄に宛てた書簡が残っています。この中には、仲人について書かれている箇所がありまして、憲義の、妻である帝のお父さん、その勧めに従って林家の親戚を仲人にというようなことが書かれています。これから陸軍軍医として出世していくであろう鴎外にとって、海軍中将の義父を持つことですとか、当時医家としては、医者の家としては名門であった林道会の一族とこうつながりを持つ、そういうですね、大きな意味を持つ結婚であった、そういう縁を運んできたのが西天音であったというようなことがこの書簡から伺えると思います。その他ですね、コーナーとしまして鴎外作品よりということで、鴎外を思わせる博士という主人公が父と母について、語っていく小説、半日和泉地下本家分家など鴎外が書いた父母像というものも紐解いていくコーナーもあります。この展示を通して鴎外がこの父母のもとでどのように育っていったのかということを考えるきっかけにしていただければ幸いです。こちらのコレクション展は8月2日まで開催されています。なお展覧会の会期は変更になる場合もありますので、記念館のホームページで最新情報をご確認の上足をお運びください。最後に文教アカデミーからこちらのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響により、文教シビックホールで行われる予定でした公演の中止延期が相次ぎ、ライブによる芸術文化をお届けする機会が大幅に失われております。そのため区民の皆様をはじめ、一人でも多くの音楽ファンの方々に音楽などの芸術をお楽しみいただけるよう、シビックホールでは公式 YouTube で無料配信する文教シビックホールリモートコンサートシリーズをスタートします。まず第1弾としてギタリストの庄村清さんが出演する庄村清ギターリサイタルを近日配信予定です。こちらの URL または二次元コードからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。また7月27日からはご覧のチャンネルでも放送します。ぜひご覧ください。リモートコンサートシリーズは第2弾第3弾と続いていきますので、ぜひご自宅でコンサートを楽しみましょう。瞬間文教タイム、それではまた。